俺だ。こんにちは、神田です。今日は日曜日に行われるガンバ大阪戦について深く触れていこうと思います。ガンバのここまでの成績は1勝4分け9敗、順位は18位です。でガンバは鹿島と対戦して4-0と大差で敗れ、大阪ダービーに1-2と競り負けて、名古屋戦では多くの決定機を作るも0-1で負ける、まあ、ここまでルヴァンカップを含めて6連敗中なんですよね。でガンバの、まあ、試合後のポヤトス監督のインタビューを聞いていて、恐怖の問題と不調の理由を一つ挙げていました。このインタビューを神田が聞いて、相手への恐怖ではなくて失敗に対する怖さなんだろうなと感じました。なぜガンバは恐怖が生まれるのか、それは選手がチームの仕組みに対し確信がないんじゃないのかなと思います。その点でチームとして未成熟であることを露呈していると思います。問題は新たに率いたチームで時間が必要なのか、もしくは仕組みそのものに破綻をしているのか、まあ、その辺がね問題なんじゃないのかなと思います。今年のガンバは戦い方が整理されている、対戦した相手チームが、まあ、トレーニングマッチなので、まあ、そのような記事取材のインタビューに答えている方が多かったです。ポヤトス監督が持ち込んだプレーの仕組みはキャンププレーシーズンマッチで一定の成果を上げているようなイメージがしました。つなげることに固執せず、長いボールを蹴るだけでもなく弱気にならず、局面での強さは昨シーズンよりも強度が上がっているように感じました。でガンバの試合を見ていて、リーグ戦の序盤ではボランチの山本選手がたびたび好プレーを見せています。自陣で味方の選手が相手のパスカットした後、山本選手はすかさずライン間に入ってメッシの選手にパスを供給していく、メッシの選手が相手を押し下げ石毛選手にパス、その落としたボールをゴール正面に入った山本選手が前線まで上がっていき、積極的にシュートを狙っていく。ガンバの中盤は連続性とゴールに攻めかかるパワーは抜群だと思います。ただチームとしての試合の中で波があると思います。特に守備では局面で緩慢になるところがあるように見受けられます。相手チームに対応されると途端に後手に回るイメージです。サッカーのベース土台はガンバはね、めちゃめちゃしっかりしている戦術があるんですけども、アドリブが効かない感じがするんですよね。ガンバのセンターバックは相手チームがワントップのシステムよりもツートップのシステムに対して同数での
対処がうまく対応できないと思うんですよね。プレスを受けると前に出れなくなり、ビルドアップが全くね機能しなくなるんですよね。ですけどもガンバのボランチはバランスを取る戦い方も、まあ、あったと思うんですけども、前のめりの姿勢を変えないんですよね。結果的にディフェンスラインと中盤の間のスペースが空いてしまうんですよね。相手チームは前線の選手を中心にガンバのディフェンスラインと中盤のスペースに相手選手が積極的にボールをそこで受けて、フォワードにボールを供給していく。そうやって相手チームはガンバよりも優位性を取っていっています。その圧力に負けてガンバは先制点を奪われると、勝てないチームの悪循環で、先制点によって想像以上にガンバの選手たちの中でかなりの不安がよぎっているんだと思います。そこから全てのプレーが後手に回ることが多いと思います。数的不利な問題、そしてポジション的な不利な問題、修正ができないまま立て続けに失点をしていくってことが今のガンバの試合を見ていて多いと思います。湘南戦だったと思うんですけども、まあ、クリアーが味方選手に当たって不運と言えるゴールが決まったり、ゴールキーパーに下げたボールがずれてしまってそのまま相手にかっさられてしまってゴールを決められるという、まあ、新潟と同じく五分と五分のボールに対してボールを奪いきれない、相手に奪われるという弱さもあるのかなと試合を見ていて思います。ミスで動揺している選手もいると思いますし、その中で判断が鈍ってしまい、これ以上失点したくないという部分も精神的にあるんだと思います。積極的なプレーができず、際どいルーズボールが全部相手に奪われるということが今のガンバの中で起きているんじゃないのかなと思います。そして昨シーズンは片野坂監督のもとボールを支配するサッカーに取り組んでいたんですけども、うまくいかず、ビルドアップ、ポゼッションに問題がある、そういったことが指摘されていたと思うんですけども、神田はねそこは違うんじゃないのかなと思います。まあ、実際ずっとガンバの試合を見てきて思う部分は、守備力が足りないからじゃないのかなと思うんですよね。守備的に戦って守りきれるレベルの力があっても、攻撃的に戦いながら守備を成立させるレベルの力はガンバにはないんじゃないのかなと思います。特にボランチとセンターバックの守備力が弱くて、また1列目2列目の守備力もそれをカバーできるほど高い守備力を兼ね備えていないと思います。だから攻撃的なサッカーをしようとすると勝てなくなり、現実的なサッカーで守備のバランスを取り直すということを繰り返しになっているんじゃないのかなと思います。今シーズンのガンバ、そしてポヤトス監督も昨シーズンと同様攻撃的サッカーを志向としていますが、攻撃的に戦おうとするとやはり勝てないんですよね。今シーズンのガンバのデータ、第14節終了時点で見ると、1試合平均非ゴール期待値が 1.35 に対して、実際の非ゴールは 2.14 と、迎えたピンチの割合以上に失点していますし、そこに対して守備力の低さが数字に表れていると思います。ガンバのデータを見ていくと、シュート数1試合平均が 13.8 本、ガンバのボール支配率は1試合平均が 55%、 ボール支配率の平均値を超えた9試合中7試合がシュート数の平均を下回るという奇妙な現象が起きているんですよね。非シュート数1試合平均12本、ボール支配率の平均値を超えた9試合中7試合が非シュート数の平均を上回っているんですよね。つまりガンバはボール支配率が上がればシュートは増える、つまり支配率が下がればシュートは減るという単純明快な法則が成り立っていないことになります。野球で言えば防御率を下げて打率を上げればいいというものではないと思います。まあ、サッカーの守備には大きく分けて、立ち位置で行う守備、ス
ペースを埋めたりパスコースを切ったりする守備と対人的な守備、いわゆるデュエルがあるわけなんですけども、ガンバは後者の方が弱いような感じがします。ガンバは宮本監督の時も片野坂監督の時も立ち位置で優位に立つというサッカーを目指していましたし、現在のポヤトス監督もそうなので、そこはすでにある程度完成されていると思います。しかしそれ以外のところで負けていることが多いと思います。セットプレーの時や攻守の切り替えの瞬間は立ち位置同行よりも個人のデュエルの強さが問われますが、ガンバはそこで相手をフリーにしてしまったり混戦で入れ替わられてしまって、つまりデュエルで負けてしまっていることが多いです。ここのデュエルが弱いチームが攻撃的に戦おうとするとどうなるかというと、相手陣地に攻め込んだ結果カウンターでやられてしまったり、ビルドアップでミスが出て少数人数で守る必要が出た時に守れなかったり、セットプレー一つでやられてしまうということがサッカー、今のガンバの状況に起こっていると思います。そして先に失点すると相手側が守備を固めてしまうので、結局攻撃でも点が取れなくなってしまいます。ガンバの試合を見ていると内容が悪くなかったのに、もしくは試合の入りは悪くなかったのに終わってみれば負けているという試合が多い理由が、まあ、こういうことなんじゃないのかなと思います。それは結局先に失点してしまうことが多いからで、リーグ戦でガンバが先制した試合は14試合中4試合しかないんですよね。先に相手チームが先制すれば相手は引いて守るので、ガンバの方はボールを回せるようになり試合率が上がります。しかし相手が守っている分点は取りにくくなる、結果的に負けてしまう。先に失点した試合でどれだけボールを支配できたかという点にあまり意味はなく、大事なのは浦和戦のように先に点が取れた試合で何ができたかという点になってくると思います。ガンバの方が先制すれば相手は当然積極的にプレスをかけてきます。するとデュエルの数は多くなると思いますし、低い位置でボールを失ってしまう可能性は増えてくると思います。そういう試合でそれでもボールを守れるか、そしてボールを失ってもゴールを守れるか、そこが攻撃的なサッカーができたかできてなかったの評価基準になってくると思います。それは新潟も同じだと神田は思うんですよね。福岡戦でも、まあ、失点してしまう時間帯で失点してしまう、まあ、そこをどれだけね、やっぱり新潟が、厳しくいきつつ守備をしながら失点していかないのか、まあ、その部分で、まあ、ガンバと新潟は若干守備の部分で、まあ、同じような今状況になっているんじゃないのかなと思います。なのでガンバ戦はこの2チームがどれだけ、ボールを守れるか、そしてボールを失ってもゴールを守れるか、そこが大事になってくるんじゃないのかなと思います。どちらかというと攻撃に注目されるかと思いますけども、この試合に関しては守備の部分が一つ大きなポイントになってくるんじゃないのかなと思います。まあ、この辺はまた明日サッカーボードを使いながら詳しくね解説していこうと思います。本日も長い動画になりましたが、最後まで見ていただき本当にありがとうございます。それではまた。